生まれはロシア、育ちは関西、舞台は東京、ピロシキーズです。そして今日はゲストに来ていただいてるのはハロちゃんです。マッシンです。 We are マカロン。イエーイそして今回のテーマはノーブラの外国人はどういうつもりっていうテーマです。そして実は私たち今ノーブラです。僕もおいお前今ズームしたやろこのやら。今さもうちょっとしたら2020年で、うん、日本オリンピックが始まるわけ。外国人がねめちゃくちゃ増えるよね。そう外国人が今すっごい増えていくってことやから、ね、で今夏やし、ね、超暑いやんってことはノーブラパラダイスですよ。来てないほどのノーブラの外国人で溢れかえるってことよ日本が。そうなるね。いろんなところでみんなノーブラで歩きまくるってことよ。わかる？それどういうことか。日本人の男性ってそれまだ受け止めれてないのかなって思うんだよね。そうね。やっぱ慣れてへんからそんな急にノーブラで歩かれたらノーブラってなるやんか。乳首やーってなるねこれ。乳首やーってなんのかな急に。結構ノーブラで歩くときみたいな目になる。え結構そんな目立つ急になんか乳首立ってるとか。立ってはないけど急に乳首が立つ。わかんないわかんない。そんなにわかる。ブラつけてない。ブラつけてる。いつもつけてない。あつけてない。マーフィン君もブラつけてないらしいよ。今つけてないでしょ。あんまりわかんない。つけてない。つけてない。わかんないからそんなに。そう今みんな多分ズームしてたよ。探してたよ今。なんかあかんよこれ。あかんよって多分もう遅いと思うわよ。まあ海外とかではね普通やから、うん、やっぱりノーブラで歩くとか。夏はほとんどみんなノーブラ。多分89割の女性は多分ノーブラ。そうしかもヌーディストビーチとかもあるからもうなんかノーブラしかも何もつけてないもうおっぱいプリンプリンで歩いてるわけよ、うん、みんな。でももうノーブラはねファッションですよ。一種のファッション、うん、もうこれがもうおしゃれ。乳首出れんのがもうおしゃれってことなのよ。わ、うん、かる？わかるとか言っちゃったけど。これをちょっと日本にもちゃんと分かってほしい。乳首はいやらしいものじゃなくてファッション。乳首はいやらしいものじゃなくてファッション。そうだから外国人はどういうつもりでねその乳首を見せびらかしてるかっていう話なんやけど、別に見せびらかしてるってわけじゃないねん。やっぱ暑いしブラとかない方が楽やねん。だから一度男性にあのワイヤーキツキツのブラジャーをつけて1日朝から晩まで歩いてみてほしい。それでブラジャーがないのがいかに素晴らしいかっていうのを実感していただきたい。そういや女子はめっちゃしんどいね。男の人はだって何も着んでいいわけやんか。そうよ。そうもう常にこうニップレスをこう出して常に歩いてるわけやん男性たちは。まあ女性も変わらんやん。だってちょっと膨れてるか膨れてへんかな。これ何フェミニストムーブメントあるじゃん。わかるフェミニストと。フェミニスト。そう。なんで女の子こうブラつけないといけないけど男の子。男性と平等、ね。平等なんだから。女子。そうもう別にうちらがモーブラだろうがなんだろうが一緒よ。え、ちょっと待って、それ大丈夫なん？みんな本場に乳首とか出してさ、超ボーボーに毛を生やして歩いてさ、フェミニストだから超いっぱい毛を生やして、でも脇毛も生えてたよね、この間まで。ああ、染めたりするそう、染めてて、ビヨンセとかがハーってやったら、もう緑色のなんか、あの脇毛が出てたし、マイリーサイラスとか。マイリーサイラスも全然流行っとった。そうだからもう。え、どう？脇毛生やしてんの？私はあんまり脇毛は生やしてない。あんまり生やしてないけど、ちょろっとは生えてるかもしれないよっていう、ちょっと曖昧な答えだったんですけど、今。どう？生やしてる？自分？たまに剃ってるぐらい。気分による。気分による。今日はちょっとボーボーに、ちょっとボーボーで、ふわふわ気分。ふわふわ気分、新しい。今日ふわふわ気分。まあ今の話ちょっとフェミニストによったけど、まあ実際なんか日本の女の子ってなんかノーブラで歩いてる人あんまイメージない。なんか友達もありえないってみんな言うし、もうでもなんでそんなに多分恥ずかしい見られるかどうか。そうでもうちらには正直そんな恥ずかしいって概念がないんですよ。
ない、全然。だって変わらんやん。ちょっと膨れてるか膨れてないかだけ。しかも、もううち全然おっぱいとかないし。だから逆に、あんまりうちらは多分胸がない女の子だからこそ。あ、出したい。出したいってことなのかな。出したいってことなのかな。ないから、なんかこう。そんなになんかいやらしく見えないだろうなって思ってる。別に胸そんなないし、別に乳首がちょろってなんか見えたぐらいで。おっぱいちょっと大きめだったら。ちょっと恥ずかしいのかな。でもそれってさら逆に自信満々で出すかも。やばい。とりあえず外国人は小さくても大きくても出すっていうことは確かです。ブラつけてない、なんか結構位置がちょっとやばくない、ここら辺についてんねんけど。そう、本当にだからブラジャー大丈夫、そのおっぱいすごいなんか。でもそれはしょうがないんです。位置が話が組み合ってないからね。ちょっと重力で下がるのもある。重力下がってる、重力に負けてるの。一つのファッションだし、もうなんなら別にインスタグラムにもアップしまくってる。夏とかもうブラジャー見えるのが嫌だから、もうなんなら脱いじゃえって言って、普通にキャミソールとかなんかそういう服で。もしかしてカロリーナちゃんのインスタに行けば乳首が見れるって言うの。はい、じゃあ今早速カロリーナちゃんのインスタに行ってチェックしましょう。今絶対行ったよ。今多分200、300人ぐらいもバーって一斉に行ったよ、見に。去年の夏かな、出てたのは。今年の夏、まだ今年は出てません。まだこ、な、まあ、ちょっと待って、令和初ってことで、これからそう、これからは令和に向けてこういっぱい出していこうっていう気持ちらしいです。え、ちょっと私も出そうかな、これから。今実は出してるんやけどね、うちも今あんま目立ってないけど。そう、やめろ、今持ち上げただろ、あんた。今持ち上げられたよ、お前やめて。でもほんとウクライナとかロシア全然結構ママたちも出して歩いてるし、友達もみんな出して歩いてるんだけど、ドイツはどう？ドイツはどうなん？ドイツも結構普通に友達にもう一人ぐらいいるし、全然ブラつけない、ママちゃんの中で。あ、もう見飽きた。でもなんか自然で感じ、もなんかなんでつけないといけないみたいな感じ。あ、逆に？逆になんでつけないといけないの？なんかエロやピルとかじゃなくて全然もう普通に、もう周りの人も全然何も思わないし。やっぱりファッションってことやな。うちのお母さんの話やけど、うちのお母さんもなんか日本に来た時にこうなんかビーチとかでもなんかノーブラで歩いてたりするから、大阪で妻とか行った時にお母さんもう撮って全部すごいこういう感じでビーチ行ったらしいの。ヌーストビーチで大阪で普通のビーチよ。ダメじゃない？そしたらパッて見たら、いやなんかなかなか変わらへんなと思って、いや大丈夫、でももっと奥行けばいるやろ、脱いでる人って奥行ったら、すごい顔をあからめた男の子が走ってきて、すいません、ダメなんですここは、来てくださいって言われたらしいね。え、おっぱい出したってこと？いや、うちのお母さんももろ出したらしい。おっぱいプリンプリン出して歩いたらしい。それは日本で超恥ずかしい体験したらしいねんけど、それぐらいだからもうおっぱい出すことは、もうなんならウクライナで道端で乳首を見ても、道端で乳首見るってどういうことだ。なんかすれ違ったおばさんの乳首が透けてても、別に男の人見ないんですよ。あ、おばさんのはちょっと見たくないよね。若い人も見ない。なんか多分これはね、一つ思うんですけど日本人は胸に対してエロそう感じすぎ。あー、ほんまや、おっぱいって思ってる、執着心ありすぎやね。うちらはもうおケツなんですよ、こちらの国の男性は。そう、ね、お尻が大事やから、もうケツとか出してたら逆にお尻とかなるけど、乳首より逆にお尻出すのが恥ずかしいみたいになってるよね。あ、そうそうそう、ケツがちょっとはみ出てたらミニスカートとか恥ずかしいとか。そう、でもおっぱいを出す。まあ、あと、なんかお風呂屋さんとか行ったりする。あ、温泉でね。温泉行ったりするやろ。温泉行くときにさ、よくこう見られるのが、外国の人となんか日本の人がいたりするんやけど、どこ隠したりする？なんかタオル、小さいタオルとか持ってたりするやんか。股間にタオル当てる。やっぱしたやんな。こう上はプルンプルンで下隠すやんか。なんか結構女性でも下だけ巻いて歩くよね。日本の人ってさ、胸を隠すんですよ。ここを隠して、下はあんまり気にしないような感じやんな。自分も上の方隠す。上とかお腹とかおっぱいとか。外国人はやっぱ上。やっぱ歩くみたいな。男なのになんかわかんない。鍛えてないから、運動とか、ジム行ってないから、なんか逆にこの方が恥ずかしい。
彼はじゃあ舌を出して出してやばいから上を隠してるってことね。私たちは舌を隠して、でも日本人の友達も言われた、え、おかしくない、なんか頭なんでここ出してるけど、なんで上を隠してんの、ね、みたいな。その方が恥ずかしい。いや、そうや、もうここ多分その二人自信があるってことなのかな。いやあ、確かに。上の方が自信ないから。そう、上の方が自信ないけど下はどうぞいっぱい見てください。でもそう、確かにそれはいい、いいことかもしれない。いや、日本人みんな日本人結構女の子みたいな、いやって言う、なんか言わない、なんかうちら結構日本人結構下あまり言わないから、多分男の人は、うん、あ、反らないから、反らないからもう目立っ、毛で隠れてるからってこと。ちょっと待って、なるほど、やばい、あるかもそれ。だって確かに日本人女性多いよね、その毛処理、ナチュラルヘアなのが多い、ナチュラルヘア、ジャングルって言わない、ジャングルって言った。まあ確かに、まあその自然な感じだよね。そう、だから上は何も隠れてないから隠すしかないみたいな。下は隠れてますよ。そういうことなんかな。まあってことで、そやから外とかで外国の女の子が歩いてて、こうノンブラでもね、ノンブラでそう歩いてても、それがエロいお姉ちゃんやと思ったらあかんってことやね。そう、間違いやでっていうこと。別になんか触られたりとか見られたりとかそんなつもりはありません。ただ楽なのと、まあね、男性だけ楽なのはずるいよ。私たちも楽をしたいのよ。ほんまや。え、質問あるんだけどいい？なんか、はい、ブラつけないとどんどん下がってくるって、なんかわざとこうみんな言ってるんだけど、それでほん、あ、重力で下がってくるんじゃないかのブラだと。まあ確かにね。でもそれ多分胸が大きいと下がるけど、ちっちゃい子は関係ない。関係ないかもしれない。下がんない。なんか小さいのにさ、こうなんかここら辺まで下がってる人はあんまり見たことない。いないいない。そう、まあだからノンブラは多分貧乳の女性が強いのかもね。イエーイ！貧乳女性みたいになってるけど。はい、ってことで、まあ今回はマカロンズにこちらの動画に出演してもらって。で、うちもマカロンズのチャンネルで出演させていただいたから、ね、作りました。そう、しかもさっきなんか塗ったリップをそのまま何つけてきたから、だからこの動画も何色だっけ、何色でしたっけ、このリップは違うね、乳首色、乳首色ってことで、グッドとグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。あとマカロンズのチャンネルもぜひ確認してみてください。チェックお願いします。アレちゃんいるので。アレちゃん、イエーイ。